こっちだって子供のこと心配してきてるんだし。この先生に叩かれて息子は怪我したんです。誤解を招く点があったかと思われば。何も誤解してないんですよ。麦野港くんは星川よりって子をいじめてるんです。開けてください。いつも麦野くんを叩いたりしてます。麦野、こんな先生がいる学校に子供預けられないでしょ。お母さん、僕はかわいそうじゃない。友達は友達だけど、みんなの前で話しかけない。実際どうだったかはどうでもいいんだよ。学校を守るんだよ。星川くん、無実だって知ってよ。無力に話してください。